こんにちは、手作り倉庫です。前回ですね、筒袖にしたんですけれども、こうして袖がそのまま欲しいとか、少し小さめに袖に欲しいとかっていう場合、やはり半襟があった方がバランスがいいもんですから、半襟が何かこう手作りできないものかなと思っていろいろ考えてみました。そうしましたら、まあまあいいものができましたので皆様にご紹介いたします。でもね、これもう本当に何回も試作しまして、最初に考えたのとも全然違うものになったんですけれども、よろしかったら参考になさってください。こんな風にできてまして、割とシンプルなんですね。でシンプルなんですけど、まあしっかり止まっていると思います。まず使いますのは真地、少しこう固めとかしっかりした真地、それが、これがですね、カバン芯って言いまして、割にこう仕上がりは割とソフトなんだけどしっかりしてるっていう芯なんですね。これ今回使ってみたんですけども、結構しっかりした芯でもいいと思います。そのままでね、襟芯入れないでやってもいいですしね。で100センチの13センチ、これが1枚、そして後ろ中心につけます布、これがね、こういう風になるんですよ。背中にこう紐が通るんですけど、ここ2箇所ありまして、その、これ用の布、これが、24センチの幅で、70センチのものが1枚、それから腰紐、これ2メーターから2メーター30ぐらいあると思うんですけども、これ両端ですね、縫ってある端、端から70センチを2本取りまして、それを腰紐にします。それと襟芯、襟芯はもう好きな人は襟芯、そして半襟、半襟はね、耳じゃないところはロックしといてください。まずですね、この芯を貼り付けしますけど、これ裏表間違えないようにしてくださいね。今手前見てる方が、接着のりがついてる方を手前にしてます。上にして、下向こう側が表っていうかな、ツルツルした方、接着剤のない方。そして1センチ5ミリ折りまして、こうしてそこだけ、その1センチ5ミリ折った部分だけアイロンかけて接着してしまいます。1センチ5ミリしっかり測って、ここきれいに、アイロンしてないと半分に折りますから襟がきれいにできないですね。1センチ5ミリを折ります。こうになりました。そうしましたら向こう側も同じように1センチ5ミリを折ります。1センチ5ミリ折りました。そうしましたら両端の短い方、ここの短い方、短い方も1セは1センチ折ります。短い方は1センチ、これもやはり、折った部分だけです、アイロンかけるのね。反対側もアイロンかけて押さえておきます。接着しちゃうんですね。で次にこの後ろの中心の布なんですけど、着物ほどいた胴裏がもうすごくたくさんあるんですけど、これまだ洗ってないのもまだあるんですけども、胴裏とそういう布でもいいですし、100均の手ぬぐいでもいいですね。この腰ひもも手ぬぐいでもいいです。滑りがあんまり滑らない方がいいですよね。まず後ろの布を作ります。半分に折りまして、下が輪になっていまして、左が12センチですよね。半分に折りますから、そして左の12センチから40センチのところが10センチ、一番右が6センチ、こんな風に少しカーブしてカットするんですけども、これをちょっとマジックでマークしてました。そしてそこを切ります。で切りましたら、ここを1センチの縫い代で縫っておきます。手縫いでもいいですよ、ここは手縫いでもしっかり縫ってあればいいと思います。そうしましたらアイロンでこの縫い代を割りまして、でこれを中心に持ってくるんですね。今の縫い代をこれ後ろ裏のままです、まだ。でここでね、アイロンしっかりかけちゃったんですよね。返したらもうなんかね、これ失敗作っていうか、失敗とかどう言ったらいいかな、
こういうこともありますね。そうしましたらこの細い方の端を1センチの縫い代でやはり縫ってしまいまして、こうしてアイロンかけておきますね。そして裏に返します。これ悪い見本ですよ。これアイロンかけちゃってぺちゃんこにしちゃってるんで、ここですごくかけにくかったんですよ、開くのが。まあこういう悪い見本もたまにはあって、たまにはじゃないかなあってもいいかなと思いまして残しておきました。そしてね、まあなんとかアイロンかけれましたので、シルクですからね、これは胴裏なんで、こういう風になったんですよ。ちょっと途中から細くなってるんですね。そうしましたら端のこれを始末しました。きれいに切りまして、そして、右の輪の方から右の空いてる方から15センチ、太い方で、太い方から15センチ、そして15センチから10センチ、10センチから7センチのところにこうして待ち針を打ちまして、この3箇所を縫います。ね、こうして縫っておきます。次にね、この先ほどアイロンかけまして折りました芯の中心にこの後ろ布の中心を合わせておきまして、これが2センチ重なってるんですね。2センチ重ねて、そして5ミリのところで縫います。こうしてこれ今の1センチ5ミリのところにかからないようにこうして縫います。こうなってます。これ全部手縫いでもいいですよ。そうしましたらこの接着芯をしっかり貼っちゃいます。2枚合わせで貼り合わせてしまいます。もうこれで半襟なんですよね。半襟の土台、でこうなりました。そしてこの腰紐の端の縫ってある方から70センチのところでカットしまして、この70センチ2枚は中心2枚縫い合わせて、そして始末しておきます。でこれを使うんですね、腰紐になるんですよ。そうしましたら余った方から、右の方は輪になってましたか、余ってますよね、余った方から25センチのもの、この腰紐の幅の25センチのものが欲しいんです。で25センチのものを半分に折りまして、そしてその真珠の短い方の端、ここに挟み込んで縫います。こうして挟み込めますよね。1センチは折ってるんでひっついてないですよ、ここですから。そして L 字型にここの部分縫って、そして3センチ縫っておきます。ここね、 L 字に両方とも同じです。3センチ L 字型に縫います。でこうして挟み込んで L 字型に縫っておきます。こんな風にね、3センチでこんな風になりました。これ輪になってるんですよ。この中に紐が通るんですよ。そうしましたら半襟は6をかけておきまして、そして、これを手前を裏にして、間違えないように手前を裏にして、でこうして両サイド4センチ折って、両線折ってこうして折りますね。今手前が裏です。こうして4センチの両サイド全部4箇所を縫い止めしておきます。これ縫い止めしておいてください。で他の半襟でも全部それはやっておいてください。そうしましたらここからは両面テープで貼りますね。両面テープで貼りたい人のために、これをどうやって両面テープで貼るかというところをやっていきたいと思います。まあ、手縫いで縫ったり、ミシンで縫う場合はもうこれに縫っちゃえばいいんですよ。今のこの土台にね、縫いやすいと思います。そうしましたら今こうして両面テープ両端に貼りましたら、こんな風にして今のこの1センチ5ミリの、ね、折ったところにこれ少し引っ張り加減、中心をまず貼りまして、左右に少しこう引っ張り加減、中心から左に引っ張る、右に引っ張る、少し引っ張り加減でつけます。そして全部つきましたら片方ね、
そうしましたら今度は反対側にします。こんな風になってまして、それで今この芯のこの山のところで折れますよね、こうしてきれいに。そうしましたら次にしっかりこうして合わせまして、そしてこの端のところに合わせてアイロンをかけます。きれいにかけます。同じ位置で両側ね。そうしましたらもう一度、これ今ねアイロンかけたところが上になってまして、それで先ほどつけた方のこのつけましたよね、中に折り返してつけた上に元またもう一回両面テープ貼ります。こうしてずっとコースで貼っちゃってもいいんですけどね、両面テープもったいないし。そしたらこうして中折り返すんですよ、今のアイロンかけた部分を中に入れ込みます。こんな風に入れ込んで、こうしてね、こうして入れ込んで、そして両面テープで貼っちゃいます。こうしてピタってここでピタ、もうこれで動かないんですよ。しっかりするし動かない。でずっと中心をまず貼って右に左に行くんですよ。右にまず行く、少し引っ張り加減で貼る、こんな風になってます。こんな風に剥がれてこないですね、これ。しっかり貼った方がいいですよ。反対側もこうして中心から左に右に端の方に向かって貼っていきます。これ反対じゃなかった、右だった。こんな風になってます。で左も貼って、でこれでね一応完成形なんですよ。ですからこれを手縫いでしてもいいし、ミシンで縫っちゃってもいいということですね。襟芯入れてみます。これ方向間違えないように、上がこの長い方ですよね、カーブしてますから。でこれを中に入れまして、で最後のところが4センチありますよね、これ入ってる4センチの中に入れ込むんですよ、これを。で反対側はまあこれ1センチ1センチの両サイドに余分がついてますので入れやすいと思います。そしたら反対側もこの4センチの中にこうして手を入れて入れ込みます。こうしてこうなってる、もう出てこないです、これではみ出せない。こうしておきます。こういう使い方をするんですね。で先ほどの芯だけのベーシック、これを基本に作っておいて、これに半襟を付け替えするっていうかな、それもいいし、上の方はもうミシンで縫っちゃってあるんですね。でミシンで縫ってもやはり両サイド4センチは折って縫い止めしておいて、そしてこういう付け方をすると芯は出てこないです、はみ出せない。ここちょっと工夫しました。あとしっかりこの付けやすいってかな、半襟の布がこの中に溝があるので、溝の中にこう差し込めばいいのでね。でこれ、付け方ですけども、あんまりにも説明がなんかこう上手じゃないので後からこれ入れてます。まずね、後ろのこの2箇所ありますよね、通すところが。で上が襟をたくさん抜きたい時で、下はあまりこう寒い時とかあんまり抜きたくない時は下の方がいいと思いますね。それで先ほどの140センチですよね、70センチ2本積んでますから、その140センチ、1メーター40センチの腰紐を中心をこのところに持ってきて、そして入れときまして、そして肩にかけます。これ自分でやるときね、肩にかけたらこの方向上下間違えないように、上下これ間違えないようにして重ねますね。重ねて下の輪のところにこうして通します。腰紐を、後ろにある腰紐を前に持ってきてこうして通しまして、軽く結びます。そうしましたら後ろのここで後ろの布下を引っ張って、そして
襟抜きを決めます。自分の欲しい襟抜きを決めます。そして前を見て、前をしっかり胸元を決めて、そして初めてここで紐をしっかり結ぶんですけど、あまりぎゅうぎゅうに結ばなくても緩まないですから、あのこの襟が緩まないので、あまりぎゅうぎゅうに結ばない、割とふんわりっていうかきつくない程度に結んでおきます。そしたらここでこうなって、まあ、胸元しっかりしたせて、そして、襟抜きもしっかり好みのところに決めて、そしたらここで初めて、初めてっていうか、ここで最後に安全ピンで留めるんですよ。このここ、この部分を。この部分を安全ピンで腰紐、回した腰紐とこの輪の部分とをしっかり固定させます。ここで一番いいところで固定させます。反対側も安全ピンで固定させます。まあ一番シンプルでこれが一番いいかな。いろいろやってみたんですけど、この固定させる方法をね、マジックテープつけたらいいのかな。そうすると着ているものとか体型変わったりするともややこしいし、そのなんかその、安全ピン薄いし軽いのでこれでいいかなと思いました。これね、もうずっとつけてるんですけど、全然これこの胸元がはだけないっていうか全然動かないんですよ。すごくいい感じなんです。この襟ですけど、先ほど両面テープで貼りましたけど、やはり両面テープで貼るというのはまあ無理があります。でいろんなやり方がありますけど、まあ、もちろんあれを手縫いしてもいいし、ミシンで縫っちゃってもいいんですよ。で真っ白とかこういうね、地模様のある白とかそういったものをしようぜとかね、そういう襟はもう基本なんで、もしこの襟が気に入ればもうこれを縫っちゃうんですよ。ミシンで縫って、それでこれこのまま洗う、このままお洗濯したんです。一回来たらもうここ汚れるから、そうやって使うっていうかな。これも一度洗ってからこれを仕立てればいいんですけど、これはもう全部そういうつもりで全部縫っちゃってあります。これも縫っちゃってあるですね。ですから両面テープもいいし手で縫ってもいいし、それはもうそれぞれやりやすいようにすればいいんですけど、こうして縫ってしまって、それで基本のものはもう一回ずつ洗ってこれを使うっていうかな、まあ、これだけこんな簡単に、まあ、簡単というわけじゃないけどできるので、これをこれで腰紐は腰紐で別ですから、これだけ洗えばいいんですね。ですからいろいろやってみてください。でここに飾り襟の素敵なのをここをしてもいいし、それをまたこれ一つ作っておいたものにそれをまた重ねて襟をでつけて、手でつけられなりかけるなり両面テープでつけるなりして使って、また それはそれだけ洗うとか、まあそんな風でいろんなことをしていかれたらいいと思うんですね。で着物見栄コーデなんで、私としてはもう縛るもの何もないので、好きなように皆さんも私もですけども好きなようにコーディネートして、下はスカートでもいいし、上だけ使って下スカート下ズボンもいいし、それから下スカートだけ使って上はコート着てもいいしっていうことで、そんな風で着物をどんどん活用していっていただきたいなと思います。皆さんもよろしかったらこれを作って、お使いになってください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。